えっと、今日はポケットゼミフィジカルコンピューティング入門という科目の作品の発表会です。でポケットゼミは1年生の方のための科目なんですが。 あのこのフィジカルコンピューティング入門では組み込みのコンピューターこういうアルドゥイーノという小さなコンピューターにセンサーとかアクチュエーターとか電子部品電子回路をつないで自由な発想で外とと関わるコンピュータータの作作品を作ってもらうといういことをやっていますでこれまで4月の18日から授業を始めましたけど5月の30日までの6回ほとんどの方がプログラミング初めて。 いうようよな方電子回路もこんなの触ったことないなっていう方ばっかりなので6回本当に1から修行をすると中には少しプログラミングの経験のある学生さんも混じっていますが本当に6回基礎からら修行をするとといいうことをやってもらいましたその後6月の6日から6回にわたって今日まで今日の作品発表にめがけて自分たちが学んだことを自分たちのアイディアで組み上げて作品を作ってもらう。 ということをやって今日に至りました。